おはぴよー、どうもひなぴよと、はい、どうもどりです。えい、です。です。今日も続きをやるよ。イエイイエイ。今これ何の世界なの？先生なの？多分先生だね。でも先生ちっちゃいんだよな。うん、かわいいんだよな。ね、幼少期の世界に来てるっぽいので、これ今何してたんだっけね。なんかお部屋調べてた。そうか。よし、これからどうするんだろう。どこへ行くのかわからない。おお、なんかいる。まあやっていくか。うん、こんにちは。全部その院長、院長さんなんだ。うん、院長さん、あの通路の部屋に入りたいんだ。鍵貸してくれませんか？うん、さっきも借りに来ただろう。別に良いが、ちゃんと返すんだぞ。あ、ん、僕の謎解けたらいいよ。僕はね、3人いたらリンゴ3つを3分で食べることができるんだ。じゃあさ、リンゴが100個、僕が100人いたら全部食べるのに何分かかると思う？あ、これ解けたらいいよ。でもね、3回までだから。委員長さん、3回までだからね。分かったら教えてね。はい。だってさ、突然変になった理由は分かるけどね。なんだ。そうだね、よく考えたら分かるよ。問われてるのは僕じゃない、君が考えるんだ。教えてよ。でも3人で3分って言った。うんうん。ってことは100人で100個だったら3分じゃないの？あ、3人ね。え、3人で3分、100人。え、どうなんだ。だって1人で結局1個3分で食べてるってことじゃん。だから100人いても3分なんじゃないの？あれ、一回それで答えてみる。うん、セーブするか。あ、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 ちょっと待って、まあ3回だからね。うん、とりあえず3って打ってみるわ。うん、あ、正解やったぜ。すげえ。じゃあさ、右側の本棚調べてみて。心の言うことは聞いておこう。心？心なんだこれが。うんうん。じゃないと心に、心に攻撃されるからね。右側の本棚ってこれのこと？こっち？お。髪切れ、取ってみよう。第2問だよ。3人の僕が3つのリンゴを食べるのに3分かかった。じゃあ次は100個のリンゴを100分で食べるためには僕は最低何人いる？困った心だね。こんな時間はないのにさ。あ、君に任せるよ。おお、よく見れば別の紙も挟まってる。おお、手帳の切れ端。カエルは悪いやつだって。ああ、さ、なんか最初出てきたよね、これ。そうだね。カエルは悪いやつだってアリが教えてくれた。猫は悪いやつだってカエルが教えてくれた。いや、一番悪いのはウサギさって猫が教えてくれた。だから殺した。殺したのか、愛したのか。愛した。愛したにしとこう。それか悟したのか。悟した。落とした。落とした。キスした。急なラブ。え、なんていう問題だったっけ。うん、100人で、100人でリンゴ100個食べるには最低何人いる僕がみたいな。じゃあ100分だ。100分。え、100個を100人、いや違う、100個を100分で食べるために最低何人いる。え、うん、え、100個100分、100分、27人、26人くらい。だからえ、27人でいいかな。ちょっと言ってみよう、うん、適当だけど27。
違う。わあ怖い。一つリンゴを食べるのに一人3分かかるんだ。うんうんうん、一人3分かかる。6つ食べるのには6分、9つは9分。どう？ほほ。どう計算すればいいんだこれは。9つは9分。僕の教え方が何か気になる？誰かに似てる？先生か。うん。そう。でも僕に似てるのはきっと僕だけだよ。3、3ってことは、うん、3、あ、間違えた、ボイスメモ開いちゃった。3人、違う、3、み、ん？計算の仕方が。100分。3つ食べるのに3分かかるのか。うんうん、あ、ダメだ。ん？もう攻略見ちゃってる。12？ ヒント。100個のリンゴを100分で食べるには、前の人数ではどうしても足りないはず。1人増やせば100分までに食べ終わります。by 作者サイト。はあ、へえ、ほう。1人増やせば。1人で3個食べるのに3分。うん。っていうことは、1人で100個食べようとしたら 3×3、 間違えた、100÷3、 33。うーん、え、ほほほほほほへ、なんか前さっき1問目に答えた数字プラス1だけ、4 そうなの？どうしてそうなのか分かんないけど、攻略サイトがそうやって言ってた。分かったよ。ちょ、じゃあ4って書くよ。攻略サイト様様、正解。なんでだろうな、自分で分かんない。鍵でしょ。はい、どうぞ。うん、通路部屋の鍵、うん、よかった、もらえてびっくりしたね。いや、なんでもないよ。ね？先生。何もわからんかった。なんでだ。なんか正解聞いてもわかんない。うん。間違えた。セーブしようとしたのに。攻略サイトがなかったら確実に積んでるよ。積んでた。通路部屋？ここは開いたんだよね。ここじゃないか。どこが行けなかったんだっけ？あ、ここか。うんうん。おお、あ、なんか一人やば、死んどる、うん、あいつ、ああいいやつだったよ本当にな。ほう、ちょっと最後にしようこいつ、うん、落ち着け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 、どうでもいいんだあんなやつ。それより解決するまで外で遊べないことの方が問題だぜ。ほう、うん、死んでたのよ、ここに来たら。ああ、もう恐ろしいわ。第一発見者、あの隅にいる人よ。でも、何も喋らないの。これは、ややこしいことになってるね。なるほど。もう。あ、通れない。あ、どうせどうせ。明日遊びに行くってお話ししてたのに。みんな同じ声なの。でもずっと悩んでたみたいだったのよね。ほう。ほう。冷たい。冷たい。あ、それだけか。ちょっとあの人に話しかける前に、うん、難しい言葉や図ばかりだ。僕のだよ。まだ君には難しいだろうね。いろんな研究をしてたんだ。昔の話だけどね。君今何歳だよ。それで褒めてもらったり賞をもらったりもした。今はもうやってないよ。いや、別に飽きてしまったとかそんなんじゃないんだ。人が多くいるのが苦手というのもまああるけど、ただ
僕には白が死ぬほど似合わないからさ。うん、おう、え、それ何の理由になるんだ。あ、火はついてない、変な模様だな。あ、これ知らない？世界の地図って言うんだ。世界はこんなに広い。それに場所によって食べるものや言葉も違ったりする。お、先生が言ってた。確かに。君も興味があるなら一度くらいこの世界から飛んでみたらどうかな。うん、いろんな世界飛んだって言ってたもんね、この人。この人じゃねえわ、先生。お、この人何か知ってるようだね。すみません、少しお話を。ん？ああ、あ、耳が聞こえないようだ。あ、君は手話とかできる？そうか、困ったな。耳が聞こえない人と話すには他に何かあるかな。筆談とか。うん、あ、ペンとかがあるね、そこね。うん、あはー、うん、特に意味ないのか。え、その扉入れないのかな。ああ。調べるか、一個一個。うん、ディン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 。すごいよね、こんなに広いんだ。宇宙のことを考えると僕がどれだけちっぽけなのか実感するよ。これ何だったの？宇宙についてというタイトルの本。はいはいはい。この部屋じゃないのか？かもね。ちべったい。ちべったい。あ、間違えた。さよなら。速攻で、あ、速攻でゲームオーバー。オッケー。うん、おう、うん、君はコーヒー飲めるの？ドリちゃん飲める？私飲める。飲めるの？私飲めない。でもまあ意見が分かれた、うん、飲めることにしておこう、うん、へー、珍しいね。僕はブラックでも飲めないことはないけど、砂糖とかミルクとかたっぷり入れる。友人がお前はいつも苦笑い顔だから甘ったるいコーヒーでも飲んでろって出してくれてた。全く失礼なやつだ。せやな、びっくりした、こんなところにまで会話ポイントがあるとは。うんうんうん、おう、そうだ、紙とペンがあれば筆談で話せるんじゃないかな。そうだよ、さっきからそう言ってたよ。あら、どうしたの？ペン？いいわよ、私もういらないし。紙は持ってないわよ、妹が持ってるかもしれないわ。妹？ああ、何しようかな。紙は別のところでもらおうか。オッケー。別のところ。妹ってどこだ？こいつ？これ？紙？ええ、いいわよ。原稿用紙しかないけどいい？あら、君もいたのね。作品の完成楽しみにしてるんだから。作品？うん。また勝手に。いや、ありがとうございます。はあ、え、なんだ、なんかすごい人なのか。んー、とりあえず紙とペンをゲット。えー、待ってね。あなたは今起きていることについて何か知ってることはありますか？うんうんうん、ここの国の言葉じゃないね。おう、僕は大丈夫だよ。君はこの国の言葉しか知らないだろう。そうだよ。まだそういう勉強は君たちには早いからね。教えてなかったんだ。お、ちょっと、僕が訳してまとめよう。少し待っててね。え、おい、どういうこと？もう大人じゃん。うん、中身大人じゃん。見た目だけ子供ってことかな。そういうことかな。うん、もう大丈夫だよ。この人は探偵の人で、それぞれの話を聞いていたらしい。うん、でもその時突然明かりが落ちて喉を切られたんだって。怖っ。耳が悪いんじゃないみたいだ。怖っ。
あの人が死ぬ前にここにいたのは今そこにいる5人 A、B、C、D、E としとくね。聞いていたのは死ぬ前の時間帯、ここで何してたのか。 A、 私はここで少し本を読んでて急に眠くなって途中で居眠りをしてたわ。死んでることに気づいたのは起きた時よ。 B、 殺されたの？そうなのか。悪いやつじゃなかったのにな、あんなナイフで刺すなんてな。うん、ああ外で遊びたい。ここにはちょっと道具り取りに来ただけだよ。あいつのことなんて知りもしないさ。落ち着け。あの子引きずられてここまで運ばれるなんて、あの足音大きいからきっと男の人ね。確かにここには来たけどすぐ出たよ。その時あいつはここにはいなかったぜ。え、だってさ、僕は分かったけど君が答えないといけない。心に干渉するには他人じゃないといけないんだ。犯人は二人いるよ。頑張って。あ、だよね、だよね、うんうん、だよね。ほう、え、え、私、あれ、ちょっと待って、何番目だっけ。 B と D かなと思ったんだけど、うん、ナイフで刺されたこととか、うん、引きずられてきたとことかよくわかるなって。だって別に後なくない、うんうん、引きずられた後とかさ、ナイフで刺されたとも書いてないし、うんうんうん、いや B と D じゃない、違うかな、やってみる。うん、うん、B、 これナイフで刺すなんてなと、これは違うな、うん、おう、これ、うん、D かな、うん、分かった、うん、この紙に A から E を2つ書けばいい。そのくらいは伝わるだろう。 B と、うん、D、うん、うん、大体の説明もして、大体の説明もして理解してもらったみたいだ。もう大丈夫だよ。あ、合ってたのかな。人を殺すなんて憎たらしいことだ、うん、行こうか。え、うん、合ってんの、合ってたのかな、え、合ってたの。プレーゴといえばいい、プレーゴ。なぜ僕がいろいろ知ってるのか。ここに来たことがあるからさ。おう、何も変わってないな。僕はあの時からずっと、やっぱ記憶はもう大人なんだな。もう行くの？あ、行けるんだ。え、ちょっと待って、じゃあセーブする。少年って書いてある。本当だ。うん、少年。ボーイ。ボーイ。よし、行くか。行こう。え、お、お、え、え、なんだ。あ、帰れなくなった。あら。あら。あら。こっち行けないの？あ、行けた。あ、調べられない。うん、なんか BGM 聞いたら怖いのね。小説がある。へんてこだろその本。でもたくさんの人に読まれた。僕が書いたんだ。名前は僕の友達だけどね、うん、そうさ、嫌いだ。前にも何度も言ったけど、名前自体は素敵だと思う。僕の先生がつけてくれた。ほう、その名前に見合えない自分がすごく嫌いなんだ。名前なんだろう、気になる。ジョナサンみたいな。ジョナサン。メシア。メシ。怖い。何ここ。なんだ。塗りつぶされていて読めない。キャー。とりあえずじゃあここもセーブしとこう。怖い、うんうんうん。なんかでかいことが起きそうな気がする。そうだね。よし。うん、行くか。行こう。お。お。ここでお別れだ。なんで？僕の世界だ。その扉は今の僕の世界。こんなにもちっぽけだ。まだ縛られてるんだろう。うん。え？は。開いたよ。あ、開けてくれたんだ。どうしてこうなったんだろうね。君は頭がいいからわかるのかな。もし答えがわかったら、ああ教えてくれ、アレン君。ああ。アレン君って言ったと。あ、消えた。うん。あ、かけら。お母さん。お父さん、かわいい。行かなきゃ。え、あ、やや、え、あ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 、